ことつく。あ、絶対分かってもらえへんけど、縦読みしたらしい。久しぶりの2013年動画やな。まだあったんか。それが意外と残ってるんですよ。どんだけ暇だったんでしょうね。そしていつも通りのスタート地点が農道やん。もう語ることあらへんぞ、こんなとこ。今回の行程は右側から左側へ行く。まあ走りやすいルートですよ。言うほど寄り道もしてへんな。国道195号を走破するだけなんで、これといって面白い建物も映りませんね。しかも今回は結構距離があるな。最近にしては珍しかった。右の交差点を左折です。私に被らせようとする。被るのは川だけにしておきなさいってね。ええ、これ夏っぽいな。音声は消えてますけど、作業してるときよく音声聞くとカエル鳴いてましたしね。音声はいつも消すのにはなんか理由あるん。鼻歌とか歌いませんから歌は入らないんですが、時々アニソン流れるのが恥ずかしいっぽいですよ。あとはヘとかも超えてるんやろ。どうせこきまくりシコシコですしね。ええ、次の交差点を右折です。踏切です。前もここ見たで。そりゃそうですよ。同じポイントをスタートにしてるんですから、最初は見覚えが絶対あるところからですよね。アニメでもそうじゃないですか。最初の冒頭は何度も見るのに、後半は用事ができて見てなかったりするから、何度も何度も同じシーン見ちゃうんですよね。映画でもそうやな。私は何度も未確認飛行物体に地球襲われて襲われたまま終わってしまうから、平和を迎えへんままや。でもアダルトビデオって冒頭は基本見ませんよね。ええ、アダルトビデオの冒頭シーンのドラマってでも見てみると意外と面白いんですよ。どう見てもおっさんがランドセルつけて、お姉ちゃん僕のあそこがおかしいんだってね。ええ、このペースで喋ってるとこれ最後まで会話続かへん。適当に流すで。そう言って茜はアダルトビデオをこっそりと見ているのであった。次の交差点を右折です。ここら辺は桑野町やな。ここはふぐり。
迷った道の駅や。警察が強い町、和食町ですよ。この辺りは大塚製薬和食工場らへんや。よく有名なバンド呼んでライブするんですよね。しかも無料で。今年はなさそうやな。シンコロちゃんやし。実はこの辺り、住所がユリなんですよ。ユリユリや。ユリ神社もあれば、ユリトンネルもありますよ。ただ読み方わかんないんですよね。ユリでいいのか別なのか。ユリユリの聖地にしてしまおうや。
大体ホール近くなので、この辺りで終わりです。なんか喋ることなかったし、どうなんですか、これ。でも、車載って、普通それやろ、喋ってる方が少ないんちゃうか。思った以上に、編集が暇でしたね。ラブチンすぎてお姉ちゃん、いじるのも忘れてた。夜間やから、ラムの写真も、ないしクソ動画やな。何か映りそうで怖いじゃないですか、ダム。怖いからほなな。いつも合わせて言ってるのにずるい、うんこ、うんこあかね。ほなね。なんかネタが困ってる、うぷ主様のために、清きいいねと清き登録をお願いします。いいねすると、うんこから、何かにネタが変わるかもしれません。